闇の炎に抱かれてしはい、どうも、最近人と話さなすぎて森の妖精が見えた気がする男、カイトです。一つ皆さんに聞いていいですか？森の妖精って何ですか？普通皆さんとにかく有名 YouTuber になったら、可愛い女の子と通話やムハムハアレム生活を送れるようになると思うじゃないですか。実際にそういうそんなファンタスティックな生活を送れるのはほんの一部でしかないというわけですよ。この世界は残酷なんだ。次回、異世界に転生したらイケメンだった。次回もサービスサービスってことで、今回殿堂入りボケてにツッコミしてみた第16弾です。20弾まで続くかわかりませんが、もし20弾まで続くことがあれば、そこで総集編のベストシーンみたいな動画を上げたいなと思っております。最後に少しでもいいなと感じたら高評価の方何卒よろしくお願いいたします。いや、マジで超大事なんで皆さん頼みましたよ。それじゃどうぞ。そんなことは分かっている、分かっているが、何かが俺たちを動かしている。お菓子の UFO キャッチャー絶対買った方が安くね。気づくのちょっと遅い。でもやめられない止まらない行為って世の中にはあるよね。やめられない止まらないカルビーカーバレミセンドカーン。俺も、そして君たち視聴者も含めて、人間には無謀だと思われても立ち向かわなければならない時があるのさ。あなたにとって大切なものを大切にするために、そこで君が立ち向かえるかどうかが大事なのさ。今寝起きなので夢と現実が錯覚してます。やだ、結婚しようって後頭部に書いてある。何その独特なプロポーズ、全然ときめかないわ。断るどころか後頭部めがけてカビハイダーかけそう。君の側でも意識したんか。ええ、普段はアマゾンで買ってますよ。お前のジャパネットはどうした。もうそれ自分の店よりアマゾンの方が優秀ですって認めてるようなもの。まあ俺もアマゾンでしかないけど。待って、名前を教えて。江戸川コナン、探偵さん。コナン君へのプチ被害やめろ。人殺しスナイパーと名探偵の二つのはさすがに違いすぎる。言われてみればこの二人微妙に似てなかったわ。大人になるとね、世の中キレイキレイだけじゃ生きていけないのよ。子供に世の中の汚さを教えていくスタイル。まあ教えなきゃいけないことわかるけど、キレイキレイに映ってる人が言うのなんか抵抗ある。これからとんでもないヤバいことしそう。なにー、ラーメン屋にラーメン食いながら入ってきた。入店方法斬新すぎるわ。せめて食い終わってから店来いや。ラーメン好きでもその食い方はしねえぞ。なんだなんだ、4月ばかり騙されて怒るやつがあるか。悔しかったらお前も嘘をつけよ。これは多分エイプリルフールでジャイアンたちの嘘にのび太が騙されたってシーンですね。後ろにお化けがいるぞ。聞いたかよ、あの幼稚の嘘。まあまあこの程度のものでしょ、のび太の嘘なら。ええあれお化けじゃなくてすっぴんのママだったなんて。そっちの事実の方が怖いわ。のび太くんの後にきっとしばかれるよ。小学生後半までママのすっぴん知らなかったんだ。ねえのび太くん、なんだい、テストは0点でも人生は100点だったよ。いや急に感動的な名シーンみたいなやつ来たー。俺もそんな生かしたセリフ死ぬ前に言いたいわ。リアルステータスでは0点だったけど、このオンライン世界では100点だったよ。いやこれただのイケイトやん。かぐやさんを見た時の驚き、15年前に亡くした娘が生き返ったかと思いました。可愛がって大事に育てますから、ぜひぜひうちの幼女に。通報したらすぐに来てくれたね。ただの他人だったのね。恐ろしいほど早く警察に連れて行かれたな。国家権力を漫画で使っていく姿勢。バルスって言われた時には終わったと思いましたね。お前生きてたんかい。ラピュタが崩れ落ちる時に一緒に落ちてたけど、よく生き残れたな。そしてよく公の場に出れたな。夜泣きが面倒なので収録しとく。こんな赤ちゃんは嫌だ。第7位にいそう。別に無理して泣かなくて良いですから。そんでめっちゃ収録ノリノリ。 JVC ならではの多彩な保存再生システムで、多くの仲間たちと一緒に高画質な映像を簡単に楽しめます。このシーン撮ってたんだ。あれ旅行中止って言ってたじゃん。いや仲間外れにされた。この空間でその事実発覚するの気まずいだろうな。てか JVC の宣伝ページ雰囲気めちゃくちゃなんだけど。今誰か俺を笑ったか。家族でバラエティ番組見て笑うために引きこもりの兄が2階から降りてくれ。お兄さんどんだけ神経質。笑ってねえし、お前に何があった。引きこもりの癖してどっかのライダーみたいな服装ですが、お前家族の心すら救えてねえよ。暴力では何も解決しないぞ。てめえが言うな。ここまで完璧なブーメランのやつなかなかいねえ。ヒーローなのにやってることを風上にも置けない行為。あった、合格だ。カズハ、大学でもよろしくな。高校生って勉強ばかりって思ってない？違うよ。この後、受験番号を見間違えたことに気づいた。いや、大学生活終わった。今までのやりとりが全て目に返した瞬間、カズハもこの後気まずいわ。避難の約束。お、押さない。は、走らない。し、喋らない。も、もっとスリルを。そうそうそう、手馬鹿野郎。一番赤いやつ。人生は、冒険や。とか言ってるやつばりにそれはダメだぞ。友人に女は星の数ほどいると言われたが、どれも手が届かぬほど遠い。それは違うだろ。決して届きそうで届かない存在に必死で手を伸ばして掴み取るのが大事なんだよ。いつか報われる日が来るさ。俺もお前もな。この番組はカイトストーリーとご覧のスポンサーの提供でお送りします。最後まで動画を楽しんでくださいね。だいぶ万引きしてた。何しとんねん。今までの戦利品ですみたいな感じで写真撮ってんじゃねえよ。今すぐ全額の金払ってこい。犬飼剛、1932年5月15日、ピストルを構えてきた将校たちに、多分買わせると言って至近距離から撃たれ、これが最後の言葉となった。いや、死に方が絶望的にかっこ悪い。こんなん死んでも死にきれないわ。サイアンマンと戦って死んだらやめちゃくらいいけてない。ネプリーグのボス。今話題のフロントガラス落ちたやないかい。フロントガラス破壊したのをネットで話題にされて無数のコラ画像が出回ってしまったやつな。みんな気をつけましょう。おじさん誰？
その自転車の持ち主だよ。いや、娘盗もうとしてたんかい。自分のチャリじゃなかったのね。もうこの後の展開が見るに耐えない。カゴメ野菜ジュースの作り方。ジュースの作り方ワイルドすぎー。野菜の潰し方荒々しすぎるだろ。こいつらがあのジュース作り出せるビジョンが浮かばない。僕一人で世の中を変える。これからも何度も何度も犯罪者を裁くけど、必ず新世界の神になるから。スネをしね、ジャイアンも削除。のび太がデスノート保有者。まず初めに身近な友人から抹殺していくのね。ノートに名前書く時の顔めっちゃ穏やか。 LINE やってる奴らが本当に気持ちが悪すぎる。連絡したいことがあればメールや電話を使えばいいのに、わざわざ LINE をインストールする考えが理解できない。みんなは LINE やってる奴らのことどう思う？っていう LINE が友達から来たんだけど、どう思う？お前もやっとるやないかい。二度と LINE ユーザーを語るなよ。可愛い子とりあえず Twitter で俺に DM くれよ。ダメだ、めまいがする。それに話も止まらねえぜ。おい、もしかしたら鼻の骨が折れてるんじゃ。めまいがするのは脳震盪を起こしてるからだ。そのままおとなしくしてろ石崎。クソ、せっかくの俺の見せ場だったのにな。翼はいるか。石崎くん、俺のことを友達って呼び始めてから嫌な予感はしてたんだよ。翼の野郎がやりやがった。ワンチャン石崎の頭ボールに見えなくもないけどね。一体何したらこんな重傷になるんだよ。どうやら西尾くんは試合続行不可能の模様です。今退場します。すぐ医務室で手当てしてもらうんだ。石崎、西尾の代わりはお前だ。え？俺が医務室行くの？そういうことじゃないだろ。代わりに出場してって話です。性格天然か。汚な翼、一ヶ月風呂入ってないからね。そっちの汚いかい。なぜ久しぶりに会う友人っぽい人にそのカミングアウトをした。当然ながら俺もその反応するよね。ハーフタイム中のゴールだ。翼くん、渾身の力を込めてシュートを放った。ただの再現じゃねえか。サッカー界のミスターどちくしょうだわ。意地でも勝ちたい気持ちは分かりました。ひっくり返って何してるザマス。冷たくなってる。息もしてないわ。そうだわ、ホームビデオを買ってくれって言うのに買わなかったからだわ。やっと解放される。いや、鼻から手放したかったの？自分のママにも嫌われるのかわいそすぎる。よろしく、アクちゃんとシュウくん。よろしく、ドナルド。ねえドナルド、教えてほしいことがあるんですけど。まずはセットを頼め。話はそれからだ。超現金主義なんだけど。そのうちネズミコードから作業してできそう。俺レベルになるとこの後子供たちの頭がハッピーセットにされる未来まで見えてきましたよ。ドナルドはおしゃべりが大好きなんだ。今度一緒にお話ししようよ。 I'm lovely。 あと一息。どんな体勢でぶら下がってんだ。スリーカーの持ち方が大胆すぎる。他のお客様の迷惑でしかないけどね。くしゃみシャワー頭にぶっかけられてる。純粋に汚い。この一言のボケで短いけど破壊力あるな。ふっふっふ、どっちにビー玉入っているでしょうか。いや、もう右一択。左の方の手開いちゃってますよ。さすがにこれで外す人いないわ。強い竜巻だと毎秒100メートル近い風が吹くが、これは僕がラーメンをする時の速さと同じ。台風よりも衝撃の事実。あなたのラーメンするときに実質ミニ台風を起こしてることになりますが、全力でプレスとかしたら台風跳ね返しそう。テストでまた0点取っちゃった。そう、冷蔵庫のメロンを全部食べたの僕だ。そう、なんでそんなに機嫌がいいの。これからまた気分が良くなるお薬を買いに行くの。絶対その薬やばいやつ。平然とした顔で白い粉持ち帰ってきそう。のび太くん止めてあげて。いらっしゃいませ。どうぞこちらへお座りください。外はおさもうございましたでしょう。おしぼりどうぞ。あ、どうも。ふぅ、生き返ったぜ。大将、お勘定。さすがに早すぎるわ。おしぼり使いたかっただけかよ。お前もこの店出禁確定だわ。辞表提出ドッキリを仕掛け、そのまま辞めることになった伝説の係長。いや、お前ちゃんと働ききれいだろ。最後まで見てくれてありがとう。少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしく。それじゃ次の動画でな。またな。